高橋です。屋外から人のない飼育へ変更して気づきました。脱皮。水槽で観察するとよくわかります。そこに沈んでいる白いカス。多分、皮膚の皮。だけど、脱皮の季節ってなかったっけ？ようわからん。飼育ケースが小さいので、水が汚れた時点ですぐ水替えをすることにします。動画の尺が短いんでおまけつけました。ちょっとだけなんで最後までお付き合いください。これにてごめん。失礼します。最後までミディクリティ。ありがとうございました。またミディね。